るかい。出撃だ。うちらの本気見せてやりましょう。見せつけてやりますときを待ってました。一応本気ですよ。このときを待ってました。全員が本気ですよ。俺の気合を見せつけてやります。一応本気ですよ。いい戦いぶりだったぞ。さて、一暴れしますか。準備はいいか。この時を待ってました。を見せつけてやります。行くぞ。やっていこう。一応本気出しますか。一応本気出しますか。俺らの力見せてやりましょう。このマサオの戦だ。許さん。この時を待ってました。一応本気出しますか。この時を待ってました。一応本気出しますか。気を緩める。進め。この
時を待って、この強いを見せつけてやる。勝ちだ。やりましたね、キリュウさん。やったぜ。頑張れ、キリュウちゃん。よお疲れ様でした。よくやった、お前ら。やるね。さすが元登場会4代目。この短期間でよくチームをまとめたもんだ。ナイト。チームバトルごっこ、ずいぶん楽しませてもらったよ。だが、そろそろ飽きてきたかもな。次は最終決戦と行こうか。お前らがもし勝てたら、ジャスティスはこの尾道から撤退してやるよ。本当だな。ああ、万が一にも勝てたらの話だけどな。今までのはお遊びだ。次は全力で行かせてもらうぜ。せっかく固まってきたチームがやられて悲しそうな顔してるあんたが目に浮かぶよ。現実になるのが今から楽しみだぜ。おい、ナイト。あ？トランキーロ、焦んなよ。てめえ、覚悟しとけよ。次は内藤との最終決戦か。気合い入れていかねえとな。ああ。マスターの料理はどれもおすすめですよ。顔は怖いけど料理は美味しいですから。さっさと片付けしまいますか。格の違いを見せつけ、実を本気出しますか。格の違いを見せつけて、実を本気出しますか。この時を待ってました。俺らの力見せてやりましょう。格の違いを見せつけて、実を本気出しますか。実を本気出しますか。嘘だろ、そんなもんか。
そうだろ。最後の試合を見せつけてやる。実況本気だぞ。時を待ちます。自分の試合を見せつけてやる。実況本気だぞ。自分の試合を見せつけてやる。よし、俺たちの勝ちだ。よっしゃー、たまらんか、ゆうちゃん。よお疲れ様でした。いい戦いぶりだったぞ。ついに内藤との決戦ですね。勝ったら尾道から撤退するって言ってましたけど、本当っすかね。おそらく本当だと思うぜ。あいつはそんなダサい嘘をつくやつじゃない。それに矢野と内藤を倒したとなれば、ジャスティスの戦力も相当薄くなる。結構ターニングポイントになりそうっすね、この戦い。ああ、余計に負けるわけにはいかねえな。よし、お前らそろそろ行くぞ。おうよ、内藤ぶっ潰してやろうぜ。よっしゃお、おう。ブエナスノーチェス、キリュウさん。じゃあお前の望み通り来てやったぜ。決着をつけよう。言われなくてもそのつもりだ。悪いけど、キリュウ会潰させてもらうぜ。上等だ。さて、それじゃあパーティーのスタートだ。うちらの本気見せてやりましょう。
ますか。ダメだ、離脱します。気流か、撤退しろ。俺たちの負けだ。次はこうはいかねえ。勝利だ。よーっ、お疲れ様でした。よくやったお前ら。まさかこれほどとはな。ちょっと油断しすぎたかもな。さあ、お望み通り相手になってやるよ。俺と対マンしたかったんだろう。は、いいのか。あんたは仲間が残ってる。対マンなんてしない方が有利だろう。ふん、俺は頭がいい方じゃねえ。有利とか不利とかよくわからねえな。なるほどね。だからあんたの周りには人が集まってくるってわけか。そういうの虫図が走るんだよ。でも俺は頭がいいんでね、今回は甘えさせてもらおっかな。
桐生さん、怠慢で勝負させてもらいますよ。ああ、さっさとかかってこいよ、内藤。トランキーロ、あっせんなよ、キリュー。トランキーロ、あっせんなよ、キリュー。くっそー、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 くyou
いらっしゃいませ。ありがとうございました。豆腐いかがですか。あのそこの方と、んそんなこと言わずに、いらないと、一丁だけでも、しつこい。やん、まさかポケサーファイターか。久しぶりだ。もうそ、もうそんカムロ町でお前、うん、いやあでもま、ああそういう数、いやそうな、はい、だ、んポケサーファイダディ、このおじさん、カズマな英語、あれそういう、そう、おこんなところも、マーミ早くしないと英語、バツ口答えしない、英語くらい、ソーリーわか、あなたこれ以上サキトに悪影響、それに見、あ、ああごめんよか、いや、いや彼女は俺みたいな大人、そんなことはない、それじゃあすまないけど、しばらくこっちにいるなら、ああ、わかったありがとう。いやあ、カズマくん、次はよろしくお願いね。いらっしゃい。またどうぞ。ああ、何ガン飛ばしてんだこれ。強いやつがいるなんて、俺もおっさん。こんなとこにあったのか、道夫君の頭。まったくあのクソバイトめ、こんなとこに捨てやがって。おい、なんなんだこれは。ああ、すみません。なんかご迷惑かけたみたいで。これはですね、小野道夫君の着ぐるみの頭ですね。小野道夫君？はい。小野道の新マスコットとして売り出そうとしている。ゆるキャラになります。ゆるキャラ、あれゆるキャラご存じない？いや、なんとなくこんな感じのゆるいキャラのことだろう。はい、最近は地域の活性化のために
こういうキャラを作って PR するところが多いんですよ。しかし困ったな、中身がいないんじゃな。中身？はい、ちょっと。でも困ったな。お前が入る。いやいや、それにだからせでも嫌なよ。いた。ちなみに俺は入らない。いやいやいや、道夫君。お前しお願い。それに彼らの絵だからお願いします。ゆるキャラの中に入りたくはないが、どうするか。仕方ねえな。少しだけだぞ。ありがとうございます。俺はまだ。キリュウさん、全員は急げ。なあ、何を言ってるんで。重いし。まあそう言わず、だいたいこの辺。瀬戸内を代表するおしゃれな、美味しい海産物がたくさん、た漁師の住む町、そして尾道よく全てがこ、あまり思わ。まあ大丈夫です。でもうすぐ子供たちがやって。ただしキャラクター性。尾道よくんはこの顔でか。そして言葉遣いです。みち、こんにちは。みちよろ、では練習。よろしく。みそうです、そうです。それと困った、練習しましょう。おおの、エクセレント。どうか。そしてさ、まだあるのか。それは決めポ。おの、みちよ、こんな感じでお願いします。やり、まあまあ、いきますよ。おの、みちよ。キリエさん、嬉しくねえや。お、他の設定は大丈夫。うわあ、すごい。はじめ意外と人気あるじゃねえか。よう、ガキども、俺こそがチャーミングな八作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたナウイ尾のトレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、尾の道だ。楽しみてえやつだけかかってこい。おお、かっこいい。すごいぞ。セリフ完璧だね。まあこんなもんだ。よし、今日は俺が遊んでやるからな。お前ら、よろしく頼むぜ。よろしく頼むぜ。そうか。よろしく道。バーイ。よろしく道。よろしく道。やれやれ、ゆるキャラってのも大変なんだな。ルオ、道夫くん、あれこりゃ。ビシッパシ、ゲシッパシ、おりゃ、おりゃ。ぶっ飛ばすぞ、クソガキどもが。怖いよ、炎って言ってくれない。そういうことか。すまんすまん。オーノー。わーい、言ってくれた、言ってくれた。オーノー、オーノー。なるほどな、これを。遊んで遊んで、みちおくん。みちおくん、トークショー。そう、尾道。おい、あれで大丈夫です。じゃあ僕は行きます。それではご紹介します。道夫くん。さあ今日、じゃあ質問して。はい、はいはい。じゃあえっと道夫くんが好きな食べ物か。
尾道ラーメンだ道。ああ、やっぱりそうなんだ。僕も尾道ラーメン大。よかったね。さあ次にして。はいはいはい。じゃあそこ私将来ヒューヒューヒュー。道夫くんはかっそう女の子から付き合ってる女か。困ったな。どうするか。オーノー。ああ、道夫くんのオーノーが出ましたね。道夫くん困ってるみたいですね。オーノー。はい、じゃあ。おい、うるせえぞ。ん？何なんですか？うるせえんだよ。この辺は俺なんだよ。怖い。子供たちがこう。助けて。おい。あ？なん？頭にラーメン。俺もそれは。あ？やんの。俺はゆるキャラだから。面白い。おいお前ら、このゆるキャラぶっ殺すぞ。覚えてねえなら覚えとけ。俺は尾道のゆるキャラ、尾道夫だ。尾道夫？なんでこんなゆるキャラが強えんだよ。ありえねえだろ。運が悪かったんだよ。お前らは今度ガキを泣かせるようなことをしたら命はないと思うんだな。分かったらさっさと消えやがれ。すみませんでした。情けねえ連中だ。ああ、いや、そのすごい、え、超かっこよかった。すげえ。守ってくれ。かっこ。そうか。ありがとうございます。道夫くんは。そんな大したもん。みんな、ありがとうございます。じゃあ最後、道夫くん。チャーミングな八作フェイス、おしゃれな尾道、キュートな魚のポジ、漁師の心意気、生かしたナウイオノ、オノウ、道夫だ。道夫くん。最高。いや、まったく結果すぐ、はい、実はさっきのこりゃみ、お、はい、これは今回のお礼です。受け取ってください。まあこれから、それでは、ああ、うん、また